で、その1年だけっておっしゃってましたけど、その、はい、まあ、だってことは終わってから1年ぐらい活動されて、はい、引退という言い方でいいんですか？そうですね、それこそワイマーの途中から、朝のワイドショーの、私は途中下車の旅っていう、私、はい、マーケティング途中下車の旅っていうコーナーを持っていて、1年間それで、はい、全国旅するっていう番組をレポーターやっていて、はい、でその他にまあ、ドラマをやっていくつかやって、はい、あとそれこそ歌も出したんですけども、はい、歌を出して学園祭回ってキャンペーン中にもうやめてしまったっていうか、はい、それは、まあ、知ってる方も多いかもしれませんけど、本当に親の反対を仕切って始まった芸能界だったので、はあ、いわゆるまあ、バイマン終わったからいっぱいいろんなグラビア出たわけですよ。水着とかね、まあ、プレイボーイ、まあ、そうプレイボーイとかコロスコラ、まあまあ、あれですね、まあ、そういうセクシーショット的なやつをね、まあ、ありますね、そう、はい、それを父は絶対にバレないと思ったんですけど、はい、固い仕事なので、はい、でそれが父にバレて、はい、もうダメって言われて、はい、でまあ本当に、まあ、父は法律関係だったので、まあ、そういういろんなこういう契約関係とかも全部クリアにパパパパパってして、で娘を引き上げるっていう、はい、私は当時辞めたくて辞めたわけではなかったっていうのが、そうなんですね、なのでなんとなくプス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 してたんですけども、その後大学卒業して、はい、普通に結婚して、はい、で築地に嫁いで、もう、はい、その後はもう働くのに必死で、本当にもうでは佃煮屋さんで働いてらっしゃる姿はツイッターなどで我々は見られますが、はいはい、それよりもずっと前からもうそのお仕事をされてたってことですか？そうです、だから本当に、まあ、佃煮屋さんも実はすごい大変な時期があって、はい、もう本当にもうただただもう子供しょって働いてたっていう時期があったので、まさかこの華やかなところに自分が出るっていう感覚は全く本当になかったです。ご結婚されてそのお仕事になり始めてるのは大体何年ぐらいからですか？ですから見つかったのが辞めてから25年後に見つかったんですよね。だからまあ84年がバイオマンで、はい、でもう90年には結婚して子供がいたので、はい、大体そのぐらいってことですね。はあ、いや、もうそこから佃煮屋さんはもう線が一本でツンってつながる感じなんですね。そうですね、はい、だからまあでもある意味辞めたくなかったお仕事を辞めて、ですごい大変だった築地の仕事ですけども、はい、なんか没頭するものがあったのはまあまあ良かったのかなって気はします。でそれがある程度落ち着いて子育ても落ち着いた時に、ほんとタイミングよく、まあ思えばですよ40代じゃ30代のもうちょっと可愛い時に見つけてくれてもよかったかなって気はするんですけどまあどうせだったら30年もうちょっと生きてたんだなっていうのはあるんだけども私も50歳だったみたいな、そうだから46なね、なんか6とか8とかもう時に見つかったから今かーとかって思ったけどでもまあねこれも人生のおまけなので、でその後にもう本当に皆さんとこうつなげることができて楽しいなって思ってます。では次森さんの同じような形で、はい、そのライブマンをやってた時から、はい、今までのこう歩みというか、まあ、あと当時のこともちょっとお話を伺いたいんですけれど、はい、ライブマンは確かかなり記念作品ですごい力が入った、はい、私2年生か3年生ぐらいだったんで、まあ、メインじゃないですけど、まあ、もちろん弟がいたりなんかして、はい、はしておりましたね。そうちょうど一応ライブマン10周年東映のスーパー戦隊10周年記念で、はい、でも今数え方が変わって12代目になってるんですけど、オレンジャーから数えるかバトルフィーバー J から数えるかで違うんですけど、そうです、はい、なので当時は10周年記念ということで、まあ、鳴り物入りではないですが、本来戦隊シリーズって新人の俳優さんを使われるのが多かったんですけど、はい、まあ、その記念ということで、その現役で活動しているその当時で、レッドが島大輔さん、はい、で私ももうその年の前の年には芸能界で一応アイドルをデビューしてましたので、はい、現役のタレントという形で、推薦しというか抜擢していただいて参加することになりました、はい、うん、なんかそういう順番ですから全くの新人じゃない状態で参加するっていうのってどういうようなこう心境だったんですか？起用された時とか、ある時社長に呼ばれて、はい、
スーパー戦隊のお仕事来てるんだけどどうするって聞かれたんですよ。でその前の年アイドルをデビューをして、もう本当にあのいろんな歌謡番組とか、それこそあの学園祭もあったりとかいろいろやらせていただいてて、でまああのドラマのデビューの方が私歌のデビューより先だったので、お芝居の方もその前にやっていて、でそういう話が来てるよって言われて、あそうなんですねと。でそのいきさつが歌番組をご覧になられたあの当時の長石監督っていう、もうあの戦隊シリーズでは有名な方なんですが、があのこの子を使いたいと、歌えるからお芝居はきっとできるはずだみたいな風に言っていただいたっていうお話を聞いて、すごくそれがまた嬉しくて、でヒーローとかヒロイン憧れるじゃないですか、なんかあやりたいですって言って、あの2つ返事でお引き受けいたしました。はい、で実際やってみて、先ほどもアクションの面では共通することは時代が、ね、近いですからまだまだあると思うんですけれども、はい、やってみて他になんかこんなことがあるのかって思ったことってありますか？もうあの本当にまだ昭和なので美智子さんと同じ感じなんですけど、はい、まずそれまでってあの放送局とかテレビとかの世界は綺麗じゃないですか。テレビ局とかスタジオとかスタジオ行ったりメイクさんも行って、ね、であこちらですとかね、おりぐさん入りますとかね、こんにちはみたいな感じで入ってくるじゃないですか、はい、それがまああのね職人の世界なので、うん、そういうのはなく、うん、であのちょっとでも汚れるところメイクさんが直しに来るのはテレビの世界なんだけど、はいはい、さっき言ってたように汚れて OK、はい、うん、あのある意味何も汚れつけなくても本当に汚れるし、あのさっきのナパンムダンで本当に洋服が焼け焦げる、自分が怪我をするっていうのはもう日常だったので、まずそれがおうって言って、アクションって私やったことがなくて、あの私は芸能界を引退したら35過ぎて空手を始めたので、今は一応黒帯を締めてるんですけど、当時は体育2とかで走ることも全然できないような、本当受け身ができないっていう、なのであの爆風で飛ばされて転ぶたんびに本当にあざだらけ傷だらけになるようなアクションが全然できない人間 でそれでもあのやる気だけはあったので、あの当時の立石の方に本来のスタントマンを使う場所でもやらせてください、はい、やらせてくださいって言って、あの自分から私、断崖から飛び降りるとか走ってるモーターボートから怪獣に殴られてあの水に落ちるっていうのとか、はいはい、走ってるバスの上に捕まってあの窓をトントンってやるのをあのやらせていただいたりしてました。なので受け身ができなく運動神経がない私が、まあ、当時ちょっとアイドルとかもだったので、はい、やるともうジャックの皆さんたちが総出で待機してくださってて、ね、何かあったなっていう、海の落っこちとか もう何人も、はい、あの待っててくれて、であのめぐみちゃんがやると大変なんだとか言われながら、はい、いや逆に大変なんですね。でもすごくそれが楽しいのと、はい、1年間一緒にいられる番組って他にない ね、それが嬉しくって、熊本から私15であの1人で東京に出てきてずっとホームシックで、15から芸能界にずっといて大人の世界で、はいはいはい、それが毎日あのお兄、まあ、大体皆さん年上だったので、お兄ちゃんがいて、はい、お姉ちゃんがいて、お父さんみたいな人がいて、お母さんみたいな人がいて、でおはようってこう入っていく、お疲れって帰っていく、それがすごく嬉しくて、もう私にとっては本当にあの幸せというか楽しい1年間でした。で、あのライブマンの後の活動っていうのはどのような感じで進まれたんでしょうか？そのライブマンの前もあとあのお芝居とか他の仕事させていただいてたんですけど、はいはい、その後は、やはりドラマとか歌もやらせていただいていて、はいでね、はい、でしばらくしてあのフェードアウトしました。はい、はい、あのもちろんお話しないあの範囲でいいんですけど、はいはい、なんかもうまあいいかなというか満足したというか、体調っていうか、はい、メンタルを崩してしまったのが一番大きかったですね、はい、であの表現するお仕事っていうのは本当にもう小さな頃から、はい、もう2歳3歳からマイクを片手に人の前に立っていて、あのちびっ子を歌わせでのど自慢嵐を熊本でしてるぐらい好きだったんですけど、はいはい、やっぱりいろんな部分のプレッシャーっていうのにその時はやっぱりお年頃ね、あのこう受け止めきれずになってしまって、まあ、本当に表現することには心残りはあったんですが、自分自身がやっぱり立つことが しばらくできないというかできないなっていうところでそのままフェードアウト
して、さっきの美智子さんの話じゃないけど、本当に皆さんにご挨拶もないままこう消えてしまったような形になったので、本当に申し訳ないなっていう思いがあった中でしたね。そうです、まあ、当時、今でしたら、まあ、ちょっと体調が優れないということで、その芸能活動をお休みするっていうことだったら SNS で告知ができますけど、当時はなかなかそういうことも難しい。今って例えばそれこそうつであるとか、はい、そういう、こう摂食障害という名前って、はい、普通に皆さんがこう知るところになってると思うけど、はい、当時はそういう言葉っていうのが本当に口には出しちゃいけないっていうような感じの、はい、まだ風潮の時代だったので、で人にも相談することもできずに、はい、どんどんと自分がこう落ちていくような感じが、やっぱりこうその先を続けられなかった。そう、それが今自分の中の一つの、何ていうか後悔ではないですが、なので私完全に封印しちゃったわけです、そこで。だからその後はまあ、結婚したり、はい、子供をもう持ちましたし、はい、結婚途中でリタイアしてみたりとか、いろいろな人生ありましたが、はい、その間ももう私の中では決して開けることがない、もう封印の箱の中に森恵みをしまって、はい、で普通に本当に一生懸命生きるっていうこと、はい、でライブアーティストといいますか、そういう活動をされているっていうのは、はい、こう何が、はい、私はもう20年ほどセラピストをやっておりまして、はい、結局自分のそのメンタル と、肉体の変調不調というのと向かい合って、それをまあこう克服というかクリアした時に、私みたいなこんな変なチョコな人間でもまた笑うことができるのだから、そういうことでこう苦しんでらっしゃる方のお手伝いがしたいっていうのが一番大きくて、でそこからセラピーの勉強、メンタルボディ一通りいろいろさせていただいて、その活動をずっとしていたんですね。でその中でやっぱり笑顔のお手伝いというか、そのきっかけになれればっていうのは、手段ではないなっていう、だから何でもいいから笑ってもらいたいっていうのがあって、じゃあ面白いこと言ってみようとか、じゃあ歌えって言うなら、じゃあ何かこうパーティーやったら歌ってみようとかって言ってるうちに、何かこうマンツーマンで向かい合うだけではない、その癒しというかヒーリングの形はあるんではないかなっていう中で、まだその頃は全然こう芸能のこととか公に戻ると全然思ってなかったんですが、セラピストとしてそういうヒーリングのなんか舞台のようなものをやりたいっていうのが自分の中でやっぱり表現をしたいという思いがあった延長なのかもしれませんけど、そういう、こうメッセージが伝えられたらいいなって、いつか舞台がやりたいっていうのはずっと思っていました。でそんな中で4年前に見つかってっていうのもおかしいですが、見つけていただいて、こう人の前にこう出させていただいた時に、初め私なんか誰も覚えてないからって思っていた、でそれこそ封印していたので、うんうんうん、もう開けることはないと思っていたのが、人の皆さんの前に立たせていただいた時に本当に喜んでくださって、本当に私のことを覚えててくださった、もう35年以上前のことを、その時にまずもう感謝があふれて、なんてありがたいんだろう、これは私がもう私個人の意識でそのブルードルフィン森恵みを封印しててはいけないと、皆さんにちゃんと還元しなくちゃと思って、だからそこから表に出るようになり、で元々の思い、その笑顔のきっかけになれればいいなという活動を、それを今も続けていますので。そちらが先ですもんね。はい、どちらが先ですから。で、絵描きの方もやってるんですが、絵も同じところで始めているので、それと今回の、まあ、この新しい自分が何か表現するというのは同じ位置で私の中であって、でそれを続けていけたらいいなっていうのが本当に感謝だと思っているので、恩返しですかね、はい、恩を送っている、そんな感じだと思います。なんかお話を伺っていると、そのライブマンの活動自体は、うん、そのまあその前後はいろいろ大変なことはあったのかもしれないですけど、その1年間はすごくいい思い出だったっていうのが、まあ、根底にあるのかなっていう。そう、全部いい思い出なんですよ。本当一つずつの作品、共演していただいた皆さん、スタッフの方たち、本当に楽しかった芸能生活でしたけど、毎日のように人とこう顔を合わせるっていう。